分自身の、私たちの力を、超えてしますから、本当に、私たちは不安と、ストレスが、感じています。現地時間の6日午前4時過ぎ、トルコ南部のシリア国境近くで発生したマグニチュード 7.8 の巨大地震。甚大な被害が起きています。地震発生から1週間余り、これまでに死者はシリアと合わせて3万6千人を超えています。静岡県立大学に在籍しているトルコからの留学生は5人、全員家族の無事は確認できていますが、不安はつきません。1600万人が住んでいる場所で行ったので、今みんな外で住まなければなりません。寒い天気で家もなくなっちゃって、親戚も家族もなくなっちゃった人も多いし、本当に心配しています。私の家族は大丈夫ですけど、私の友達は、地震のところからですから、友達の家族の人は、死にましたと聞きました、残念ながら。 And there are still earthquakes, happening after this big earthquake, and, houses are still damaged, so everybody is, anxious about this. 5人の中には震源地のすぐ近く出身だという留学生も。Lives in the earthquake area, Kahraman Maraş. Our house didn't collapse, but it's damaged a bit. But since they have nowhere to go, they stay at home. I can say they are safe, but if another earthquake happens, I don't know if they will be. ブケトさんの家族や友人は地震のトラウマであまり話さなくなっているそうです。そんな中、5人は今支援を求めて募金を呼びかけています。活動には日本人学生も参加。メンバーの一人、福島県相馬市出身の小野かなみさん。留学生たちとは同じ学部、さらに同じ寮で生活していて、付き合いは家族同然です。自身も小学生の時に東日本大震災で被災しました。思った以上の方に、届いてはいるんですけど、でもまだまだ関心を持ててない人、どうしても距離的に遠いので全然関心をなんか持ってもらえないと感じる瞬間もあって、かなみちゃんはいつも私たちと一緒に座ってニュースを見るときも、私たちのためにも泣いてから本当にありがとうの気持ちがある。いつも の最初からいつも私たちのそばにいましたから、ありがとうの。募金活動は今月いっぱい続け、すべてトルコ大使館に渡すことにしています。